ココアです。今回はディズニーシーのクリスマスグルメ後編、前編に引き続きたくさん食べていきたいと思います。行ってみよう。ココチューブ。続いてはこちらノーチラスギャレーのホットワインカッコロゼです。いちご、いいね。ほい、なんだろうこれ、梨？梨かな、食べないと分かんない ね、 ね、梨っぽいね、見た目は、ね、それではいただきます。すごいあったかい、酸味が強いかも。おいしい、すごいワインの味が当たり前だけどすごい温まる、いいね。そして例のこれなんだろう、洋梨って感じ。あー、ラフランスか。うん、酸っぱそう。ワイン好きな人にはおすすめだけど、アルコールはアルコールっていう味がするから、お酒が得意な人には美味しいと思います。ごちそうさまでした。続いてはこちらミゲルズエルドラドキャンティーナのスペシャルセットです。まずこちらがタコライス、ブラックペッパー、ポーク添え、チョコレートケーキ、あと通常はセットにソフトドリンクがつくんですが、今回スパークリングカクテル、カッコテキーラ&ミックスベリーに変更しました。おいしそうです。ではこちらいただきます。今日3杯目アルコール、混ぜ混ぜ、ベリーとまたイチゴが乗って、おしゃれね。なんかベリー系多いね、うん、さっきもベリーだった。いただきます。あ、すごいテキーラ。ここはメキシコのお店だからかな、うん、普通のカクテルよりも独特なテキーラのこの風味があるから、これはね、お酒の味がね、完全にするけど、ベリーが甘い。お酒の味だけど、女の味もする。多分これ飲み終わったと、誰かと会話したら、あ、酒飲んできたなっていう匂いがする感じのテキーラの味がします。テキーラ、ではいただきます。ドナルドになってる。そう、今日最初の肉。そうだね、大きい丼でしたけど、これが初かもしれない。ね、初だよね。え、上乗ってんの何？わかんない、これなんかソース。うん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 、あ、ちょっと結構胡椒がやっぱり効いてる。あと謎のチップス。ドンタコスみたいなやつ。うん、多分これサルサソースだね。ちょっとかけて食べてみたいです。これは辛いかどうかちょっと分かりませんので、少しにしておきましょう。うん、うん、辛い。まあ次じゃあちょっとドナルドをね。あー、ドナルド、あー、ドナルドの口かわいそう、ね、かわいそう、うん、香りが豊かですね、とても。ではいただきます。結構固めだね、うん、この白いのとミートソース一緒に。本当に柔らかいよ、しっかり胡椒の味がついてる。ミートソースがそんなに主張してこないよね。上のなんだろう、これマッシュポテト。マッシュポテトとグラタンのホワイトソースの間って感じのやつ。柔らかい。おいしい、この野菜あるからヘルシー。それ、うん、めっちゃいや、本当に本当にちょっとにした方がいい。ではチョコレートケーキ、濃厚、ふわふわしすぎないでちゃんとギュッと締まってね、ムースの味がして、あと間にイチゴソースが入ってるから重くなりすぎないで食べやすいムース。結構甘いの。私は甘さ控えめだと思う。いただきます。ふわふわだね、そんな重くないね。本当だ、中にイチゴみたいなベリーのソースが入ってる。美味しいムース。甘い、これイチゴのソースと一緒に食べた方が美味しいね。スポンジふわ、ムースがとろ。ではこれ、うん、チョコレート、ココチューブ、チョコ。うわー、うわー、うわー、カモが上がってきた。上がってきました。え、かわいい、狙ってる。また狙いに来たのか、また狙ってるのか。なんかいっぱい来た。餌はないよ。バイバーイ。いなくなった。怖かった。ごちそうさまでした。サルサソースは辛いので注意してください。はい、じゃーん、はい、先食べていい？どうぞ。いただきます。おいしそう。おいしい、サクサク。
ほのかに香ばしいんですよ。うん、おいしい。周りが甘いね。でもそんな甘くないね。これ食べると冬が来た感じがする。うん、おいしい。ごちそうさまでした。おいしそう。続いてはこちら、ユカタンベースキャンプグリルのキャラメルミルクカクテルカッココーヒーゼリー入りです。アルコールだよ。これもタピオカみたいな、うん、ね、ストローついてる。おまけ。ではこれいただきます。なんかね、これね、去年もね、飲んだ気がするのよ。それで余ってなくて、現役のままなんじゃないって妹となんか話した思い出がある。そんなに甘い？前と一緒だったらね。で、ここにね、コーヒーゼリー入ってて、で、キャラメルソースは別で入ってるんで、すっごいペトペトしてる。いただきます。どうかな、去年と変わってないかな。うん、変わってない。甘い。キャラメルのシロップを入れて、牛乳を入れて、コーヒーを入れた感じ。なんかクリームブリュレラテみたいな感じになってる。でコーヒーがちょっと苦めだから飲みやすいっていうのもあるもんね。全然お酒の味しないんだけど、ちょっと飲んでみて。お酒ですね。お酒か、そっか、お酒ですね。でも美味しい。これアルコール入ってなかったら美味しかった。あ、ある。スタバのホワイトモカをアルコールにした感じかな。あ、でも結構来るのどに。アルコールが、うん、そう。多分さ、男の人はさ、こういうの飲んでる女子が好きなんでしょうね。あー、だってこれさっき持ってた子可愛かった。そうそうそうなの。これ飲んでたらモテそうだもん。確かに。ほんにゃまにゃ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 。似てる。カクテルはすごい甘かったんですけど、スタバとかが好きな女子には美味しいと思います。ごちそうさまでした。ココチューブ。ほんにゃまにん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 。続いてはこちら、ホライズンベイレストランのセレクト5セット。沈んじゃったけど、こちらがオニオンスープ、ハンバーグ、トマトバーベキューソース、ライス、キャラメルムース&オレンジコンポート、そしてソフトドリンクのチョイスです。そしてこちらが頼んじゃいましたクリスマスケーキです。合流しました、リンコさんです。リンコでーす。3人だからね、ケーキ食べれるね。やったー。いただきまーす。今日ラストの晩餐、うん、いっぱい食べたね。うん、ハンバーグ美味しそう。ほぎっしりしてる、うん、ソースも美味しそうね。え、いただきます。うん、どうですか。あの、よく食べるディズニーの出来合いのハンバーグより美味しい。どういう表現。普段のより美味しい。ニコニコしい。クリスマスツリーをイメージしてるからか。でも星乗ってるもんね。マッシュポテト、ね、ブロッコリーの味がする。そう、ブロッコリー。これはあれかな、ピクルスかな。うん、違う。うん、お野菜みたいな。お野菜。パプリカと玉ねぎ、うん、カリフラワーは1個しかないから食べるね。ソースがね、ほんと美味しい。で、このね、白いのがね、意味だから。美味しい。なんかご飯が食べたくなる味。あ、ちょうどある。ちょうどある。なんだって。感じがもう違うね。そう、なんかちゃんと肉じゃない、うん、ちゃんと肉。並び目がね、うん、ソース美味しい。そう、ソース美味しいの。ちゃんとトマトの、うん、うん、マッシュポテト。あ、ブロッコリーだ。だよね。どうぞ。オニオンスープ、本当はミッキーのね、ラスクっていうの、うん、乗ってたんだけど、ね、沈んでしもうた。あ、すっごいオニオン。あ、具も下に入ってる。ほら、炒まったオニオン。ミッキーちゃんも潰れてるけど、オフみたいな。すぐ溶ける。あら、もう踏み込みすぎて。じゃあ、トナカイになってます。これがキャラメルムースかな。で、この下のところにオレンジのコンフォートが入ってる。濃厚です。だけど下にね、オレンジがあるからさっぱりしてる。下のオレンジが美味しい。合うね、このキャラメルとかチョコレートとさ、オレンジっぽいの。うん、これまたチョコですよ。チョコチューブ。うん、チョコ、うん、チョコ、うん、うん、うん、チョコ。クリスマスということで、女子3人でね、うん、早めのクリスマスケーキを食べます。で、
では代表して切ります。なんかフルーツが入ってる。一口ちっちゃかった。お味はいかがですか。桃だ。桃、うん、スポンジもね、ふっとりしてて美味しい。いいな。あら、上品にいった。美味しいよね、シンプルで美味しい。甘すぎない。美味しい。ね、美味しいね。ちょっとピンクっぽいイチゴだね。酸っぱい。そんなに酸っぱくもないし、甘くもない。ね、これじゃんけんで食べる人決めよう。いいよ。ちょっと待って待って待って、ね、あれ最初はグー、じゃんけんぽい。あー、すごい。クッキーだね。ミッキーとミニーのお顔が素敵。あの修学旅行とかでよく買う細長いクッキーみたいなのない？なんていうの？ミルクなんちゃらっていう細長いのがいっぱい入ってるやつ。お母さんのお乳の味みたいな。まあしょうがないな。ありがとうございます。2人で半分こしてよ。ありがとうございます。ミルクなんちゃらってありますよね、うん、ミルクケーキ。練乳工場するのかな。そうだ、なんかコンデンスミルク感が半端ない、うん、それだね、うん、このさ、巻いてあるチョコってなんか美味しくない？サクッとするっていうかね、食べやすいね。ホワイトチョコレートだね、うん、これさ、4人でちょうどいいかな。あすごい。ハンバーグもね、美味しかったしね、付け合わせのブロッコリー、そう、ブロッコリーマッシュポテトみたいなやつが、うん、あれなんか色もね、うん、緑になるからすごい可愛いからね。で、クリスマスケーキはすごい定番の味だからみんな好きな味、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はディズニーシーのクリスマスメニューを食べてきました。なんか可愛かったしね、すごい美味しいのがたくさんあったよね。美味しかった。なんか色合いとかもさ、クリスマスの色になってたりとかさ、すごいときめきキュンキュンでした。皆さんもぜひクリスマスにディズニーに来てみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアと